今注目されつつあるバスフィールド、山口県。このエリアにはバスが生息する魅力的な湖が数多く点在する。はい、お疲れ様でした。やっと着きました、山口県。車で数百キロ、まあの道のりを来たんですけども、で今着いて、一応明日朝一から釣りということで、まあ用意をそれなりにしました。で、ね、すぐ迷わないように投げれるようにルアーを結構絞った。で絞ったんですけど、まあまあ何でもできるんじゃないかなと、深いところから浅いところまで。で今回ね、タックル結構ロッドをたくさん用意してます。はい。まあ今ね開発しているプロトモデルなんですけれども、ハードランドのね、こういう遠征の時に飛行機で移動、もしくは、まあ、電車で移動で自分だけフィールドに着いて、あとは輸送してもらう場合があります。その時にまあ2ピースがすごくまあ重宝するんで、2ピースモデルのロッドを今開発してるんですけれども、それのプロトを持ってきてます。今回使うルアーなんですけれども、まあ、今までに一応リリースされてるワームの類ね、それからジグヘッド、それとまだ開発段階にもなってないような、自分でね作ってるぐらいの勢いのものを、まあ、数種類用意して試しながら遊びたいなと思います。取材というちょっと緊迫した感じの中で使えるルアーっていうのは、やっぱその迷いがあってはいけないんですね。で、まあ、自分が適当に作った試作にもならないようなものでその場所でこう投げたいかっていうのがやっぱり結構疑問なんで、それをこう感じにも来たんですね今回。だから持ってきて、その時にやっぱこれあかんなと、これもう却下なんですよ。でもそれが脱力してる感じでやってる時はそういうのを使いたくなったりするんで、まあ、そのギャップも楽しみながら、今回の、取材楽しみたいなと思います。はい、明日からよろしくお願いします。いや僕今めっちゃ楽しい、ね、長行1日目天気はあいにくの雨。村上春彦はダムサイトからほど近い護岸されたワンドに入った。さてと、久しぶりのリザーバー。過去に数回この湖を訪れた経験を持つ彼は、悪天候の中いかにしてこのフィールドを攻略していくのだろうか。雨なんで人がいてない、それが嬉しいで、まあ、何で釣れるかわからないんですけど、まあ今ね、ちょうど来る時に作ってきたミノーの色塗ったやつ、あれを投げて、まあ、他のものも使ってやりたいなと思います。はい、まずはミノーで広範囲に浅い水深からチェックしていく。このワンドの左サイドには水量の多い流れ込みがあり、ベイトも豊富。ポイントとしては好条件が揃っているようだ。幸いこの時点では濁りも入っていない。はい、ここはですね、久しぶりに来た、山口県リザーバーで、今までに2回かな、今回3回目か4回目です。で、まあ、そこそこ釣れてそんなにいい目はしてない。でも水の色といい、なんといい、僕は好きなリザーバーの一つです。やっぱあそこに魚がいそうなんで、あんまり近づきたくないんですよね。取材1日目朝から大雨です。僕は全然いいんやけど、ちょっとカメラさん嫌やろなと思って。雨でもう完全に 足音とかがすごくごまかされるんでプラスだと思います。周囲のチェックを終え、いよいよ一番おいしいと思われるポイントへ。
これが彼のベーシックなやり方だ。バスっていうのが僕の考えの中ではね、擦れてても初めての人が来たらそいつには擦れてないんです。だから地元の人がなんぼ擦れさせてても、僕のアプローチがやっぱなんか波長が違うとするじゃないですか。ならやっぱ興味を示すような、そんな魚。ミノーの次は小型のジグスピナーに開発中の小魚型のワームをセット。フラッシングに反応するかをチェックする。乗ってるみたいにね。1,2,3,4,5,6 7人の木がバーいてるからね。釣れるわけないじゃん。そんな集中されて魚もビビってますよ。さっきっていうのは言葉で言うとすごく人の言葉のように感じるんですけども、必ずあります。で、動物を相手にしながら、それをまあ、取るという部分で考えるんで、狩猟の方向じゃないですか。そしたら絶対作用する。例えば僕が取ろうとしなくてもなんとなく危険な動きをしてたら寄らないんですよ。例えば猫が子供に寄らないんですよ。わーってこうやるから。うん。でもこの人は多分大丈夫だなっていう何かがあるはずなんですね。で、それはじゃあ一つ立てで魚がそんなこと感じるのかって言ったら、僕は絶対感じると思ってる。雨が上がると同時に突然ワカサギらしき小魚のライズが発生した。これ雨の時もおったんですかね。でしょうね。わからなかった。わからなけてこっちやつね。今度は一斉で開発中の小魚型のワームをセットした。いいね。おお、おったおった、落ちてきた。なんかね、アフターな感じの引き心地はね、遅すぎるもんね。
ありがとう。長いわ。45軽くあるわ。長。ほら。まあ口こんなやし。あ、長い長い。よし。おはようございます。釣れました。使ってたんが、昨日ちょうど作ったワームの魚。はい。さあこれでネイルシンカー入れて、そのままちゃんと魚の姿勢で落ちていくようにこうするんですよね。まるで本物の小魚のようだ。もういないかな。滋賀県琵琶湖、世界記録を生んだ、今や海外からも注目を浴びる日本のバスフィッシングのメッカだ。その湖畔に株式会社一斉のヘッドクォーターオフィスはある。誰もいないオフィスでルアーの制作に励む村上。今は仕上げ段階に入ったミノーを制作中。いくつものプロトタイプを自身の手で作り、研究を重ねている。数え切れぬほど繰り返された作業のはずだが、その目は少年のように輝いて見える。今度は奥の部屋で何やら始めたようだ。型のようなものに流し込んでいるのはワームの材料だろうか。一体この創作意欲はどこから来るのか。これどうしたんやろうなと思って、一遍分解したらそうなってるとするじゃないですか。なら壁があるわけですよ。実際やってみて、あ、できたと思って釣りすると、これなんかこういうものをつけてね、これ、あ、これいいやんと思って、鱗模様も入ってるやんってなるじゃないですか。これ布を入れたんですよ、これね。布を入れたら針が刺さったら抜けないんですよ。服にかかったんですよ。これあかんやんってなるわけですよ。じゃあ布じゃないねってなって、じゃあ銀紙でいいよねって。でこれはビニールやけど溶けないのかどうなのかってやってみて、溶けたら溶けた話じゃないですか。あ、溶けないわみたいな。で最初はテープで、テープだけでやってたらやっぱりこう溶けたんですよ。だから紙引いたら溶けるまでに固まっちゃうんです。だから結局トライしたら、机の上ではこのね、ビニールテープは熱に弱いんだけど、紙を貼ったらそうでもないみたいな。だからそういう感じ。今回これに関してはね、だから何か原因があって、その原因を抜いたら元に戻ればできるじゃないですか。そんな感じです。で僕多分ね、それが楽しいんですよ。おい、できたっていう、で蓋を開けたら昔からそれはあったとかね。もうそれし仕方ない話で、別にそれはどうでもよくて、ないところからハッとしてこうやったらできるやんってなった、その多分昔の人がその時に嬉しかったのを僕は経験できてるだけで、でそれがひょっとしたら僕だけかもしれへんという気持ちよさもある時があるじゃないですか。まあ、それが一番面白いですかね。はい、できた。よし。このワーム、ディティールのバージョン違いを作りテストする気らしい。だからもうこれが気になったらやってみたら答え出るわけじゃないですか。だから明日やりたいじゃないですか。そういうことで。午前8時、次に入ったポイントはバックウォーター。こんにちは。こちらの方行かれます？
大丈夫ですか。これ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 初めて見たんです僕。どっちか青ガエルやんね。あ、どっか行った。よいしょ。状況でさあどうなるでしょうか。はい、まずは先ほど釣果を上げた制作中のワームをキャストする。さあこの季節のバックウォーターどうなんですかね。9月頭水深 1.5 メーターぐらいはありそうですね。おおるおるおる、いいよ、するよ。あ、バスが反応した。いや、あのここにおんのやっぱりあれやね、なんかアフターっぽいバスがいてますね。今一瞬反応してちょっとリール巻きすぎて次のアプローチができなかった。とりあえず餌はつけといて、来た。ほらね、やっぱりおつかちゃん。よう引くよ。これさっきの感じじゃなくてね、結構あの健全なバスだと思います。マジっすか。あ、最悪。これ中こうやね、忘れてたね。どうやら水中の護岸に穴があり、そこにバスが潜ってしまったようだ。中ってさ、ここってどうなってたっけ。中入る、入って向こうまで行ける、カッて入って、そこはそここう行って、うわ最悪や。忘れとった。そうなってんの。あー、これやってもうたかもしれん。そこで追ってね、戻るから。やっとのことで引きずり出すことに成功。一回ね、これで気づいちゃったからね、ちょっとだけ時間かけます。うわー、これで切られたら嫌だな。どれぐらい気づいてるかわからんからね。で、真っ赤、同じとこ行かんようにしたらこれ絶対生きよるな。よし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 、もう一回空気吸うたら、まあ僕の勝ちかな。よいしょ。まだ行くんやこいつ。
よいしょ、イエス、これいいよいいよいいよ、アップかなっていうぐらい、ほら行ったイエーイ、あー行ったねー、いやー、あの長さないわ、さっきと変わらんぐらいしかない、46やりましたね、作った甲斐があったね、はい、ためらいなく食いましたね、中に重りを入れて、フォールの姿勢を、まあ、良くして釣れました、はい、次に選んだルアーは自身が改造した大型のプラグ、自分がイメージしたフィッシングスタイルに合うよう市販されているルアーをあれこれと改造して実際に試してみる、遊び感覚で作る一見不格好なルアーだが、そこには彼の場合必ず物理的な合理性が存在する、これ針一本しかないねんけど、あー釣れたー、バレた、でかかったね、楽しいね、だからこういうやつを絶対ね持ってきておかないと釣れないんですよね、うん、大型のルアーにはマッチザベイトでは片付けられない力がある、それが彼の考えだ、押してきた、抜くよ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 、うーいのー、抜いてよかったね、よっしゃリベンジで、よっしゃよっしゃよっしゃ、どこだ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 、やったー、イエス、ブックブックですよこれ、あー抜いてよかった、はいはい、リベンジできた、さっきより一回り小さいね、うん、まあいろんなことを準備する期間があったんで、ルアー改造したりしたものをまあまあ多数持ってきています、これ試せて投げて魚が答え出すっていうのはもうたまらんおもろいね、はい、よく太った、ありがとう、両型の一匹、こんだけでかいルアーになると抵抗感が大きいんでラインがピタッと張るでしょ、どんな状態でも、そうすると釣りやすい、あーバレた、釣りやすいんですよ、なぜ針一本ですからねかからんかった、あゴムがずれてるじゃないですか、ほらよいしょ、でまあなるべくちょっと針が後ろに行くようにゴムで止めてあるんですよ、でかかったらこれ水ベルついてあるからバレにくいかなと思って、午前10時ポイントを移動、すぐにルアーチェンジ、セットしたのはジグヘッドリグ、ここは
じっくりと狙っていく構え。ここ岬になっていくんですけど、で一気にこう行ったり来たりせずにちょこっち潰して徐々に前へ行ってます今ね。だからほんまあっちの方行きたいんですけど、まずちょっとこっちで、ね、アプローチを自分で決めてから、水深だとかをこっちである程度予測して、美味しいところをちょっと望もうかなと今思ってます。投げてだからどれぐらいでそこに着くか、もう一回入り直したらいいんですけど、多分今の今回のここのアプローチが一番美味しいはずなんで、2回目はやっぱり2回目なんでね、釣れるんなら釣っときたい。一番美味しいポイントに入る前に時間をかけてシミュレーションする。大切にしているイメージを作り上げる作業。これここから来た時でも真ん中にかかるのかな、こういう感じなのねきっとね、うん、さあ前行きます。よし、いいね、今の一番いい当たりの出方ですよ。ほんで小さくないんだ、ほら。あ、遊んでたらバレる。カメラさん来んの待ってんねん。よし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 、あ、アメリカかった。ここの洋引くわ。よし、ええとこかかってる。はい、取りました。やったー、あれいいわー、あざすあざすあざす、皆さん釣れました。イメージ通りに釣り上げた美しい一匹。綺麗ですね、うん、水深多分5メーターより深いところで当たったんでね。でこれこれね、今ズタズタになってるんですよ。これ今そこでなったんですよ。それをさっきシミュレーションしてた魚がここにこうクッと入ってグーッとこっち行くとズズズズってこうなるじゃないですか。絶対やりよるやろなと思って、案の定ほらもうその形のまんまになってるでしょ。ここでクンとなってずっと引きずって、はい、僕の方が上でした。イエス。あのボートからやったら深いところからあの浅いところに投げてダウンヒルで落としていけるじゃないですか、リグヘッド。ほんで途中でスーッとこうもう中層を漂わすことができるんですけど、おかっぱりはひとたびそこについちゃうと、もうシェイクしてるとだんだんラインが寝ていくんですよね。こないして上に上げれないんで、なるべくそのそうならないような水深からこうアプローチしていって、勝手にね5メーターぐらいと仮説を立てて4メーターぐらいのところをフラ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 やりながら、この辺の魚がちょっと興味があったらここまで来てくれるだろうっていうのを意識して、でトンってボトムについたんで、そこでこうシェイクするというか、あのクエみたいな、でなるべく糸を張るました状態で、あの張らんと、張るとどうしても寝ちゃうじゃないですか。だから PE の特性である浮力を生かしながら、この状態でこう次にもう一回上げれるぐらいの余力持たせて、この4匹の中で一番面白いです。あのそこの中でこう見えない魚をイメージしながらこうライトリグで釣っていくのはめちゃめちゃおもろいですね。で針一本でしょ、これが面白いんですよ。え、村上はこのジグヘッドにもスナップつけるんですかってこうなるんですけど、気になりだしたら外します、うん、
で今は気になってないんで、水深があるんで、あの多分光がしっかり入ってないだろうということで、あの見てる感じよりも見た目よりも波動の方が魚に効いてんじゃないかなみたいな。波動っていうのはあのね、そこに物がある存在感を目つむって分かることっていう感じ。簡単に言うと止まってる時にね、それが動き出すと当然水が動くんでもっと分かりやすいじゃないですか。複合的なそこに何かあるよというものの存在感のことを僕は波動って言ってるんですけど、要は存在感ね。それが、あの本当の波動という言葉の使い方で正しいか間違ってるかは僕は知らないです。ただ例えば光っていうのは例えば赤なのか黒なのか、それによって来る、まあ、力が違うじゃないですか。これも波動波長って僕は意識してるんですよね。そこに何がありますよっていうのをいかに表現するかっていうのがルアーやと思うんですよね。その話を僕は波動と呼んでるんです、はい。午後1時半フィールドを変えることになった。車で移動する。今からなんかね、野池で小さな魚ですけども数が釣れるというそういうところがあるそうで、そこへ連れてってもらいます。でそこでまあまあ癒しの釣りができたらいいかなみたいな。でもね、まあバス釣りはやってみてわからんちのがあるんで、なめでかかると数が釣れるだろうと思うと全然釣れなかったりするんで、一応丁寧にやります。はい。結構ここも草ぼうぼうですね。まあまあ1時間の移動を経て目的地に到着。生い茂ってますよ。しかし激しい雷雨、これではさすがにカーボンロッドを振るわけにはいかない。夕まずめに合わせてバックウォーターへと戻った。ここは大型のプラグでマズメの一発狙い。朝はね、このルアーで、動きをねすごくスローにして釣ったろうという気持ちがあったんで、後ろのフックを外してました。でバラしました。で結構ねガタガタっと巻いて食ってきたんで、あんまり関係ないんで、後ろの針をちょっとちっちゃめやけどつけた。笑顔が消えた目の奥で頭がフル回転する。さあここでね、対岸に引っ掛けるようなことしたらあかんからね。このルアーで引っ掛け回して多分この後で、割とちっちゃめのルアー投げてもね全然別腹というか。よっしゃ来た。ヒット。いきなりだね。でかいよ。よし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 、よいしょ。早かったね。抜き上げたのは45センチオーバーの両型だ。がっぷり飲んでるわ。あ、これだったら一本の針でも食ってたね。よっしゃ45。あー早かったね。野池に行ったんがねちょうどいいリフレッシュになりました。はい、あざす。はい、お疲れ様でした。野池でねちょっと癒す釣りをしてもう一回戻ってこようと思ったら野池行ったんですが大雨ですぐ帰ってきました。で釣りができてない。でもまあそれでちょっとコンセントレーションがね、まあ、持続できたんで、夕方に一応もう一匹刺すことができた、うん、もうローライトでもうあかんかな。はい、で明日一日あるんで今日の釣りをまあ振り返りながら、無駄なキャストをね明日は減らしながらちょっとやっていきたいなと思います。
まあ、あとね、おもたんがね、明日丁寧にやりすぎると多分釣れないやろなみたいな、ちょっとね荒い釣りを混ぜたらんと、なんかね食い気はなくなってるかもしれへん感じなんですよね、この濁りで。でちょっとイライラさせるようなもんばっかり投げてみて、で時折その食わせの釣りを入れてみて様子見ながら明日はちょっとやってみたいと思います。はい、じゃあ宿に帰ってお風呂入って寝ましょうかね。はい、村上春彦は本当に自由だ。やっぱりおったか、やっぱりおったね。今思いっきりこのね流れに合わせて早引きして、あー一本ですね、抜くよ。あー抜けへんかな、抜けへんかな、いきます、よいしょ。あらでかい、あっしゃー、やった、やったぞ。お疲れ様でした、長保でしたね。はい、あのバス、このバスね多分変えたと思うよとね。釣り師の佐賀、はい、あと一頭が実った珍しいレイ。はい、ほんまに帰ろう。翌朝午前7時、昨日最も釣果を得たバックウォーター。水面を覆う大量のゴミに手こずり、なかなか思うような釣りができない。どれぐらい引けんのかな。だからこういうでかい竹とかがね、この、 あの粉のあり方を変えよるんですよ。これなかったらあんま変わらへんと思うね。風雨を避け移動したのは昨日3番目に入った緩い岬のあるポイント。まずは1.8g 深。
激しさを増す雨と風。やんでくれるかなんかしてくれると。全然回復傾向とか嘘やね。これすごいぞ。でも一遍濡れてもたら一緒やけど、魚になればいいね。カメラの機材が気になる。リールはええけど、さすがにこれでは釣りにならないと判断した。横殴りや、ね、別の湖にやってきました。まあなんかね、雨のせいなのかなんか分かりませんけど、状況が、見えないんで、ドライブがてら別の、フィールド覗いてみようと。で、まあここをねまた一から、探すのもあれなんで、このエリアあまりやるところがないんで、このエリアだけちょっとちょろっとやって、また戻ろうかなと思います。なんせね、水がね上がってしまって、前来た時、ここも何度か来てるんですけど、前来た時よりも水が増えてます。で、見た目が全然違う、はい、なのであまりねこう探ろうとせずに、もう魚がね、まあおるんだったら食ってくれるだろうっていうのを期待しながらキャストしたいなと思います。テキサスとミノ、浅いところミノでパパッと引いて、その後、地形をある程度把握しつつ、そのまま釣っていけるライトテキサス 3.5g のテキサスね、はい。リールがね、変えました。なぜ変えたかというと、それまでには2号のフロロ入ってたんですけども、これ3号のフロロだから12ポンドね、8ポンドから12ポンドに上げてあります。っていうのはそこがどうなってるかわからないんで、ある程度ちょっと固めの強めの台に入ります。はい、やろう。次に訪れたフィールドもリザーバー、唯一この場所だけおかっぱりができる。ここでパッとバスが見えたらね、いいですけどね。緑に囲まれた美しい湖、生命感もあふれている様子だ。僕の足音にねいろんな魚寄ってきたね。バスもおるんちゃうかな。今使ってんのは、ピンクロスティックのテキサスリグね、ライトテキサス、重さが今 3.5g を入れてます。で、このワームなんですけども、まあちょっとボリュームのある、太短いストレートワームっていう感じで、分類的にはスティックベイトだから、ノーシンカーで、まあ、ダート刺して使ったり、あとは僕の中ではジグヘッド、小さなジグヘッドを入れて釣りで、季節がもっとねスローか、まあ、食いしぶりの冬とかね、あとはスローに動かすんだけども釣れてくるサイズのでかい春にジグヘッドで、小さなジグヘッドで、するときに使います。今はそのボリュームと、まあ、ちょっとキビキビしたアクションを利用しながらテキサスリグでやってます。一斉ピンクロウスティック、すでに実績を上げているこのワームは、上下で比重を変えることで安定した姿勢を取るボディとナチュラルアピールが持ち味のツインテールスティックベイトモデルだ。
あんまり動きがね、こんな動きじゃないわけですよ。こんな感じなんですね。だからそういうアクションをするんだなという認識をしながらロッドティップを震わしたり、まあ早めにね、こう跳ねさせたりね、そんな感じでやります。要は跳ねさすってことは、そのボディの張りを利用しながら水をかくってことなんですよね。エビを意識してるような、そんなアクションさせたり、あとはそうかと思えば重りだけをこうシェイクして、まあ、カチ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 ね、あのボトムで、鳴らしたりします。この三対の足がもう最大の特徴で、スローに巻くとこれがピリ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 動いてるんですよ。だからほとんど動いてない、ストレート系のアクションに対して横でチラ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 なんか動いてるっていうのが、まあ僕の狙いやったみたいな。村上は溢れるイマジネーションに比例してかなり頻繁にルアーやリグを変えるアングラーだ。今度はラバージグにワームをセットしている。さっきの、ピンクロースティックの正反対というか、まあ、やったら足やらひげが多くて、でボディ全体が、リブが刻まれてます。で、まあ、僕の中でこのリブの考え方なんですけど、シルエットをはっきりさせない、こういう、まあ、イメージがあります。水をやっぱり引っかくんで、一回動かした時に細かいこう、まあ水流が発生するんじゃないかなっていうことで、リブを多用します。そういうワームに関してはね。だからさっきのワームと比べるとすごい動きが柔らかいというか、倒れ込む時もボディがこう斜めかしく動く。でそれとは別で触覚が動く。だから美味しそうに見えるとか言うんじゃなくて、なんか不可解に動いてるもんに関してバスはどうするか言ったら、口で確かめなしゃあないんで噛んでみるんですよね。ビビビショットとビビビバグ、これも一世の自信作で、生めかしい細やかな動きは魚たちの好奇心をくすぐる狙いがある。今度はより広範囲を探るのに有利なキャロライナリグ。キャロライナリグね、すごく、まあ、シンプルなキャロライナリグで、琵琶湖ではね、三つ股のヘビキャロ言うて、ここがね、重りのリーダーとワームのリーダーと二股に分かれてるリグがあります。まあまたそれは別の機会に説明しますけども、今回はシンプルないわゆるキャロライナリグで、まあロングリーダーを介してワームをつけてるんですけども、このリグが一番そのワームの特性が出る、まあ、脳進化を遠くへ飛ばすという考え方から生まれたリグなんですけど、これがねスパテラの5インチなんですが、でこれでこの仕掛けでどん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 ワームを変えていくのね。特におかっぱりなんかで、エントリーすると、まあ、他の釣り人が多かったり、まあ、一番おいしいところで陣取って釣りをしようとするときに、この一番先っちょのワームをローテーションするんですよ。でその時にワームのバリエーションが欲しくなる。でそれぞれのワームの特性を使うことで、さまざまなシチュエーションに対応できると村上は言う。テキサスよりもこっちの方がまあ、ワームの特性がすごく出る、はい、でこれでねパッと見てもらったら分かりますけど、まずボリュームでしょ。で、ボディとテールとのその関係ね、うん、太いボディに ペラペラのテールで、細いボディに、もっと細くなった、テールの付け根があって、モノモノしい、まあ、パドルテールがついてるとか、でこれは完全ストレートとかね、でこれはもうボディ全体にごちゃごちゃがいっぱいついてるワームとか、これをまあ聞いてあげるっていう、そんな感じです。行ってこーい。でリザーバーで今やってるんで、リザーバーのまあ、沈下した
ドールだとかね、ブレークラインで、それをこう狙い撃つみたいな、運が良ければ魚と巡り合うかなっていう宝くじ情報やね、これね。この人の頭の中は常に水中のイメージで溢れている。魚が釣れへんと盛り上がらへんね。うんね、思いません。だから例えば一つのことで、あの人と僕はどう違うのって言った時に、同じルアーを使っているのに、ここで終わる人は、同じルアーだからなんで僕は釣れないんだろうってなるじゃないですか。でも同じルアーだけど投げる向きが違う、投げるスピードが違う、使うラインが違う、ロッドが違う、そういう風になっていくんですよね。だから全てがイコールコンディションって絶対ないのに、一緒って取ることが多い人が多いんですよ。あのね、同じルアーを投げても2人いてたら違うルアーなんですよ。うん、一番重要なのは釣れてる釣れてないの中で、その条件の共通点と相違点、これが自分で見つけれるといいと思います。うん、だから何やろ、その人のやってる行動で自分がやってる行動と同じに見えてるんだけど、違うところを見出せる洞察力が、まあ一番あの向上の、まあ、条件じゃないかなと僕は感じてます。はい、来た。ドラグが鳴り、ラインが引き出される。これ違う魚やで。走り方が速い。おお、濃いじゃないかこれ。バスか。でもね、濃いやったら引かへんすぎてんねんけど、濃いだな。チェンジしていたスモラバにヒットしたのはどうやら鯉のようだ。この竿がやっぱね、粘るんでね、全然怖くないのね。沖殺し的な。このドラグはね、新しいドラグな、これ。だって鯉弱ったよこれ。楽しい。もう俺釣る気ないもんねこれ。いえいえ、そう言わずにぜひ釣り上げてください。おお、今頃ちょっと鯉がね、分かってきたみたいに釣られてるんだって。長いキャリアで身につけた村上のテクニック、ロッドを自在に操りながら魚の向きを変え、ライトタックルでもじわじわと引き寄せていく。でこっちこっち寄ってくるじゃないですか、こうやってね。ほら、今度こっちこうやったらスーッとこっち寄ってくるじゃないですか。ほら、ほらこっち、このグーッてやったら向こうもう一回走り寄るから、でカンってこうやるんですよ。ほんならこっち向くんですよ。あかんか、下向いてるか。さあ空気を吸いましたね。こうやってヒレのところにかかってる。
ホイか、ホイだな。あ、最後あがきますね、やっぱり人間がいっぱいおるもんね。よっしゃー、よっしゃ、おお、最後あがくか。はい、ゲット。よし、ほら、取ったぞ。60センチを超えるのごい。あー、いいね、60アップ。こいつり氏が聞いたらきっとびっくりするほどのライトタックルだ。午後3時、元いた湖のバックウォーターに戻った。ゴミはなくなっているが、流れる水量はかなり増加している。ただね、濁ってるんですけども、まだルアーきっちり認識できるんで、まあ悪くない濁りと判断して、ちょっとやってみようかなと。で、水位が結構上がってるんで、まずは重めのラバージグでボトム付近をチェック。手にしているのは村上が開発を手掛けている今回大活躍のベイトキャスティングロッドだ。はい、今回持ってきたタックルの中でこのベイトロッドなんですけども、ハートランドの、次のモデルなんですが、センターカットの2ピース、これね、2ピースです。で、2ピースでこういうラバージグがですね、しっかり使えて、まあプランクだとかスピナーベイトだとか、そういった、まあ必要不可欠なルアーが、まあ、心地よく使われるロッドで、まあ、ヘビーアクションです。で、もともとね、そのヘビーアクションの2ピースってなるとどうしても硬いんで、この継ぎ目の部分にね、応力が集中してすごくいいアクションが出せなかったんで、すごく後回しにしたんですけども、前回のモデルね、前々回なんかな、ハヤテのビアコスペックという硬い竿があるんですけども、それやった時に、まあ、その問題点が全く見当たらなかったので、じゃあ一番使いたい、ロッドを2ピースにしようということで、ハヤテを2ピースにしようという、これが、今回のロッドのコンセプトで、まあ、それがすごく、いい仕上がりになった。で、今回持ってきてます。だからビッグベイトですね、30g 軽く超えるような、 40g ぐらいあるのかな、あれね、あれが気持ちよく投げることもできるし、今みたいにラバージグも気持ちよく使える。だからラインで言うと、3号フロロから5号のフロロまでが、まあまあ気持ちよく使えるようなロッドになってます。はい、昨日結果を出した大型のプラグ。開く。で、順な流れに沿って合わせて、ここか。流れを読みながらイメージする場所にルアーを送り込む。ちょっとバスもここにおったらしんどいと思うんですけど、じゃあどこにおるか言ったらね、キワにおるんちゃうかなと思ってね、このね、ここが一番いいポイントに立ってしまってるかもしれないですね。今下流に投げてますけど、反転流で、流れは逆になってます。だから流れと同じ方向にルアーが来てる。今のは壁ね。次に選んだのはチャート系のバイブレーション。で、次の場所になる前にちょっといろんなルアー投げておきます。擦れたとかそんなんじゃないよね、ここやったら。
流れの様子を見ながらボトム付近を探っていく。水深で言うたらね、数十センチ深くなってるだけやのに流れがきつくなってるからね、すごい抵抗があって沈まない、ルアーが、うん、だから魚もこうずっと居続けてるのがスペースの方がしんどいと思うんですよね。下流に落ちたとは思ってねんけど、ここにおったら絶対バカになってるはず。ヒット、ほら今食ったんかどっちか分からへんだ。引っかかったかもしれへんけど、食ったんやったらバス。あー、食ってる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 、よし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 。あー、一本ですね。もう抜くよ。すごうか。もういいわ、抜く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 、あ、抜くわ、ありがとうちょっと待ってあかん、外れた、ほら、よかった、イエス。な、違うルアーじゃ釣れるんだよね、バイブレーション。拾い上げたね、こいつ、ボトムに落ちてたやつを。ほら、濁りで釣れた。あ、出て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 。流れに身を潜めていた。これも両型。ピターっとこう下でこうやってる感じやね。よし、オッケー。多分ね、このヘリと底をスレスレは流れ少ないんですよ。だからこれルアーが止まるんですね、そこに落ちると。それまではふわーってなるんですけど、その後はラインだけ走り出すんですよ。だからそこにこう這いつくばってるようなイメージやけどね。でそこにちょうどルアーが行って、ファッってこう吸うたみたいな感じだね。これは無理やな。もうちょい向こうのギリギリに魚おると思う？いないだろうな。で今釣れた魚も、3匹一緒に反応して1匹が釣れたら、あとの2匹がすごくこう確率が下がるような、そういう僕イメージを持ってるんで。もうポイントを移動した方がいいかなとかね、こうやって投げ分けてるのはそういう気持ちの表れないけどね。ふう、今度はサーモンやパイクでもいけそうな大型のスプーン。近年ではバスフィッシングでもたびたび使われる。うわあ、流される流される。いいと思えば使ってみる。この自由な発想が時に活路を見出す。嬉しいですね、うん、
あの自由にやってるねって言われる方が嬉しいですね。なんででしょう。それが多分僕の目標というか、自分がやりたいところが自由で、そのどう言ったらいいのかな、脱力した状態で物事を達成させれる方が至上と思ってるんで、素敵と思ってるからと思います。だからストイックにやってる人を僕は否定する気は一切ないんですけど、なんとなくできたっていう、それがね、あの嬉しいんですね。それのせいやと思います。はい。これもチャートに塗りたいね。キラキラじゃ見えてないんちゃうかな。上に浮き寄ったね。めちゃめちゃひったくったったよ。すごかったよ。失礼かな。失礼やな。失礼ですわ。だって持ってき方がちゃうかったもん。それはないでしょっていうぐらい。あ、ちゃう。食ってた。よし。よしよし。いやー。イエーイ。外れた。よっかやった。やった。やった。はい。いった。これめちゃめちゃ筋肉質。この竿をね、ひったくって、それとそのまま絞り込んでったもんね。終了間際手にしたのはグッドコンディションの両肩だ。はい、浮いとったね、やっぱね。こっちは浮いてる感じやわ。そこが深すぎんのと、なんかね、そこの水はここは良くないんだ。あのルアーが沈むとゴミが引っかかってくる。よし、うん、思った通りです。はい、OK、やりやりやり。一斉、ブランド名であり社名でもあるこの言葉に込められた意味とは。その名前はまあ自分が決めました。で、まあ一斉っていうね、言葉なんですけども、やっぱり自分へ の、 その近いというか、自分がものを作ったり、今から釣りをしていく上で、まあほんまのことをやろうよっていう、例えば釣れない時は釣れないよと、仕方ないじゃないですかみたいな、そういう部分から の、 その気持ちと、あとはやっぱものづくりっていう部分で、やっぱり僕自身がね、影響力あると思ってるんですね。何かしらの影響が皆さんにあるんじゃないかなと。ってことはやっぱりそれが虚術であると、どうしてもその虚術が左右するし、だったら本当のことね、できることをやっていきたいなと。で、当然それがルアー作りにも影響するなっていうことで、そういう名前にしました。で、まあまあどうやってんのかな、聞かれるとそういう答えに、重い答えになるんですけども、やっぱりね、そのピンとこうインスピレーションっていうのがすごく大事で、名前もそうです。で、今回のブランドの名前もそうなんですけども、やっぱりインスピレーションで、ああそういう感じだなっていう、その勝手にね、頭の中に浮かぶっていうのが一番気持ちいい時で、一番正解なはずなんですよ。で、それを信じて今までもルアー作ってきたし、行動も起こしてきたんで、それが今回は一斉という言葉が聞こえてきたっていう、
そんな感じです、はい。一世はすでにアングラー垂涎のルアーをいくつもリリースしている。今回テストした開発中のルアーをはじめ、これからも村上春彦の感性が魅力的なルアーを数多く生み出していくだろう。